皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日の高子録のテーマはできないことよりできることをするということについてお伝えしてみたいと思います。私もまあまあそういう点があるんですけれども、自分ができていることよりもできていないことの方に着目しがちなところがないですか。例えばいろんな習い事とか趣味とかでも構わないんですけれども、それを仮にやってるとするじゃないですか。で、自分が成長したい伸びたいっていうふうに思うと、足りないとこって見えてきちゃうわけですよね。で、その足りないところを例えば一生懸命直すために、得意なところを、そうですね、じゃあ得意なところが1だったとして、それを3にする努力と、ものすごく苦手なところ、例えばマイナス5とかをマイナス2にするとかね、3ぐらい上げるとかっていうような時とか、もう不得意だからすでにマイナスなんですよ。その労力っていうのは同じ上げ幅でも、使う時間と努力の感覚が下手すると3倍とか5倍とか違っちゃう場合があるんですよね。で、もちろんバランスよく全方向にある程度のことができたらいい場合があります。はい、ビジネスの場合ですとね、特に教室業の先生っていうのは一人ビジネスなんですよ。そうすると大きな会社とかだとですね、役割分担がありますよね。例えば経理の人は経理の人だし、事務の人は事務の人だし、私は営業職だったんで、お仕事を取ってきて数字に変えるっていう、そこが私の仕事だったわけですけど、事務方の作業っていうのはほとんどやってないんですよね、経理処理とか。でも結局一人ビジネスっていうのは会社がそこにあるような感覚とほぼ一緒なので、全部できないといけないケースもあります。だからついつい例えば数字苦手なんです、パソコン苦手なんですとか言ってもですね、あるラインまではできないと仕事が回らないケースとかがあるので、例えば数字が苦手ですだからといって領収書も整理しない、確定申告もしないとか、いくら使っていくら儲けてるのかわからないっていうのはないですよね、おそらくね。だから苦手でも最低やんなきゃいけないとかやんなきゃいけないっていうことを普段からやってるがゆえに、できないことにものすごくフォーカスする傾向がある。もちろん私も含めてなんですけどね。だけれども得意なことっていうのは当然あるわけですよ、際立つことっていうことで。そうするとその得意な領域をぐんと伸ばす方が個性が出て、見つけてもらいやすくなったり、際立ったり、他との差別化が自然とできちゃったりとかっていうこともあるんですよね。だからできないことをできないできないって頑張って時間をかけるんだったら、例えばですけど、そこはね、外注パートナーさんにお願いして、それを得意な人にやってもらう、その代わり自分はこれが得意だからっていう得意領域を伸ばしていくっていう、できることをするっていうのは、そういう感覚です。だから全方向でたまに全てできちゃう方いらっしゃるんですけれども、やっぱ特性ってありますよね。なので私数字は見れるんですけど、入力と打ち込み嫌いなんですよ。めちゃめちゃ苦手です。退屈なんですよね、飽きちゃうんです。だから出来上がった数字をどういうふうに加工して、要はじゃあ経費削減だ、売上伸ばすだとかいう、その指標を見ながら考えてやるっていうのはいいんだけど、例えば、今日、こういう経費を使いました、打ち込み入力とか、そういうのは苦手なんですよ、すごく。だからそれは人にお願いしてるんですけどね。だから私の得意領域は数字を作る、企画を立てる、ないサービス商品を市場に、ね、求められる商品を作っていく、そのあたりが得意な領域なので、そこを頑張るっていうのが正しいわけですよ。ですから皆さんにとってもですね、できないことにすごく目線が行きがちなんですけれども、自分の得意領域、できることをさらに伸ばすっていうことで、その欠点とかをね、カバーできないか、
ないしは欠点と思っているところを人にお任せできないかっていう考え方もありだと思いますので、そんなイメージでよろしくお願いいたします。それでは。